先生、久しぶりに名人戦の会場にもお越しになられたそうですね。あの、名人戦が、はい、まあ、朝日新聞と毎日新聞の共催になった、はい、その第1回目の時に私が立ち会いでしたから、で会場はもちろんこちらなんですけど、それ以来ですね、名人戦の控え室にこう来たのは、この、ね、10年かそこらぐらいは必ず羽生さんがいましたんでね、ちょっとこう変わったなという感じがしますね、非常に新鮮な組み合わせになってます、それとあと周りの状況もね、まあ、コンピューター関連のものが昔にはちょっとなかったですから、その辺の感じもね、違うと思います。ただまだ羽生世代もまた盛り返してくるということは十分考えられるんで、まあ、まだまだ戦国時代的な要素があるんじゃないですか、はい、そのままスーッとこう若いね、佐藤さん、稲葉さんの、はい、でスッと行くとは限らないと思いますね。31期ですね。昭和47年、ええ、24ですね。当時は羽沢ガーデンでやってましたけど、大盤解説会ありましてね、大盤招待とか対局観戦とかね、結構昔は昔でやってたんです。やっぱり私その時初めて挑戦したから、まあ、今回の稲葉さん、去年の佐藤天彦さんみたいにね、やっぱ初めての時は緊張感ありますよ。私は名人戦が最後だったんで、ええ、だから他では随分やってたんですけど、それでもやっぱりありましたからね、歴史の積み重ねをね、はい、感じますね。75期ということですからね、だいたい桜の時期に第一局が始まってましたんでね、ちょうど今回満開ですのでね、桜もね、そういう時期に始まるというのがこう季節感があっていいですね。非常に大山名人が受けが強い、まあ、加藤さんもよくご存知でしょうけど、加藤さんの前ですけどね、棒銀がねうまくいかなかったんですけど加藤さんと喋るのは久しぶりでしたね。先生、加藤先生とも名人戦ではぶつかってらっしゃるんですか？名人戦で2回やって、最後、まあ、あの40期の時は取られましたんでね、それはまあ大変な勝負だったわけですけども、いい将棋やってもらいたいですよ。非常にファンの皆さんがね、ワクワクするようなね、いい棋譜を残してほしいです。やっぱりそれがやっぱり一番ですよね、棋士としてはね。